第2節、静電気力と電波のお話です。まずは静電気力についてお話しします。静電気力、単に電気力と言われる場合もありますが、電荷の種類によって受ける力の向きが変わります。プラスとプラス、マイナスとマイナスのように、同符号の電荷の間には、積力、すなわち反発力が働きます。 プラスとマイナスのような異符号の電荷の間には引力が働きます。この引力や積力の大きさはどのくらいなのか中学校では扱いませんが、高校の物理ではこれを定量的に扱います。定量的というのは単に大きい、小さいではなくて、どのくらい大きいのかを数値で表すということです。 電気力の大きさは電気量の掛け算に比例することが分かっています。すなわち、2つの電荷の電気量が片方が3倍、もう片方が2倍になれば、電気力の大きさは6倍になるということです。また、電気力の大きさは2つの電荷の距離の事情に反比例することも分かっています。距離が2倍、3倍、4倍と広がるにつれて、 電気力は4分の1、9分の1、16分の1になります。このように、事情に反比例する。すなわち、事情の逆数に比例するような法則を逆事情則と言います。逆事情則は以前に一度出てきたことがあります。そう、万有引力の法則です。皆さん、ちゃんと覚えているでしょうか 電気力にも逆事情速が成り立ちますから、この万有引力の法則と同じような形になります。電気力に関する法則は空論の法則と呼ばれています。電気力は電気量の積に比例し、距離の事情に反比例する。万有引力の法則とそっくりな形をしています。実は、 クーロンの法則については、クーロンが発見するよりも前に、キャベンディッシュが発見していたという話が残っています。キャベンディッシュは万有引力定数の測定をした科学者です。自分の研究結果を外にあまり出さない人だったそうで、キャベンディッシュが電気力に関する逆自上足を発見していたことが分かったのも、亡くなった後でした。その頃にはもう、 空論の法則が発表されていましたから、法則の名前として先に発見したはずのキャベンディッシュの名前が残っていないというわけです。自分の考えを外に発信するプレゼンテーション能力はとても重要です。皆さん、ちゃんと鍛えておいてくださいね。